カワウソくん、ひどいや。カワウソだからひどいんだよ。そうか、カワウソはひどいのか。ひどい。カッパくん、もう泣くなよ。え、僕泣いてなんかいないよ。カッパくん、もう泣くなよ。事件は夏が処分。と思っても、つい、クヌギの蜜を吸いに来ちまうわ。夏を制する者は、受験を制すと思っても、やっぱふみふみクヌギの蜜を吸いに来ちまうわ。金出せっつってんだよ。でも僕、金だよ金。この野郎ふざけてんじゃねえぞ。ふざけるなってそうだよ。こらお前たち。山崎先生、これはそのあれだよ、あれ。そうそう、あれだよな、あれ。この生徒はふざけてなんかいない。はい、ふざけてもいない人間にふざけるななんて言っちゃいかん。いや、あのすんません。来年は3年だし、親がもうクラブはやめろって。そうか。だが、それで悔いは残らないのか、かわい。え、あのそれで悔いは残らないのか、かわい。先生、山崎先生、それで悔いは残らないのか。なります、部活続けます。だから山崎先生、体で喋らないで。それで悔いは残らないのか。犬山チャーミー18歳、今年こそこそ山本先輩に。このチェックもらってもらっちゃう。いらっしゃいませ。ご注文お決まりでしょうか。ウェイトレスの秘密。かしこまりました。実は私、うひゃー。ほう、海外旅行か。ふう、カワウソには夢のまた夢だな。え、でもカッパくんはハワイに行ったことあるんだよ。嘘。嘘じゃないよ。一昨年のゴールデンウィークに。カワウソくん、最近口聞いてくれないんだ。ハワイだ。ABC の英会話教室のものなんですが、
ただいま進化。カワウソだし、英語は必要ないです。ハワイにすら行けぬカワウソに英語など。いい加減に白状しろ、山本。知らねえもんは知らねえんだよ。白状戦闘。好きなんぞ。え？俺に好かれてもええのか、山本。俺は一度人を救うと、えらい救うぞ。好きだってば、山本。います。おい、カッパ君。ちょっと頼まれてくれるかな。あ、カワウソ君、なんだい？この雑誌の中に、ハワイという文字が何個あるか数えてくれたまえ。カワウソ君、何のためにそんな。嫌なのかい？いや、323、324、325、326、327。ストップ！ストップ！カッパ君！どうしたの？いきなり。最近、英語に凝っているのさ。それ、ワン、ツー、スリー、ストップ！英語なんて覚えてどうするの？ほんと、使うあてもないくせにな。あ、いや、そんな…テストの点数に納得がいかない？絶対80点はもらえるはずだって。ちょっと見せてよ。何かアイデアを述べよ。粉練り機、こんなもんじゃないの？流れ星だよ、ミッチー。まあ大変、願い事しなきゃ。世界が私のものになりますように、世界が私のものになりますように、世界が私のものになりますように。ミッチーってば。何をお願いしたんだい、ミッチー。わお。すごい人だね、ミッチー。ほんと。よし、おさい銭張り込んじゃおう。わお。何を拝むんだい？すべての人類が私の足元にひざまずきますように、すべての人類が私の足元にひざまずきますように、すべての人類が私の足元にひざまずきますように。ミッチーってば。ねえ、何を拝んだのさ、ミッチー。内緒。わお。はいつも何を祈ってるんだろう。世界が平和で人々がみんな幸せになりますように、世界が平和で人々がみんな幸せになりますように。ミッチー、思ってみただけ。ミッチー。ごめんね。こいつクロスカウンター。こいつ。すみません、水割りをください。はい、かしこまりました。水割りを。はい。あの下の方はよろしいですか？下の方などいない。申し訳ございません。
あー楽しみだな温泉。そうだね。でかいな。あー本当に楽しみだ楽しみだ。あーいい湯だ。下の人が溺れちゃうよカワウソくん。下の人などいない。先生、あ、すいません。ちょっと風邪をひいてしまいまして。風邪をひくと太るのかね。冬休み中で生徒がいなくてよかったです。ちょっと山崎先生。本当によかったです。楽しんでるのか。先生、爪伸びてるよ。あ、本当だ。お、こいつはしまった。切らなくちゃ。何やってるの、山崎先生。静かに。ちょっと先生、山崎先生ってば。いや、みんなに身だしなみのこと、うるさく言えないな。山崎先生。先生。トム、トム、トム。おい待てよ、トム。おいトム、トム、どうした？トム、おいどこ行くんだ？トム、ああ、おい、トム、トム、おい、トム、お前本当に犬か？ああ君、ワインをもらえるかね。はい。あの、なんだね。その下の下の方にジュースか何かいかがでしょうか。下の下の人なんか、いやそうだな。ジュースをくれたまえ。お父さん、ウルトラチョップ行くよ。絶対避けてね。おー、避ける避ける。ほら、来い来い。ウルトラチョップ。最近、斉藤さんの姿を見ないな。ああ、追い込みなのよ。再来週試験だから。そうか、でもちょっとノイローゼっぽかっただろう。様子見ておいた方がいいんじゃないか。うん、そうね。大丈夫かしら、斉藤さん。あ、手作りマヨネーズ作った。A D B A。 お、手作りマヨネーズじゃないか。これはたまらん、これはたまらない。悪かった君。マヨネーズ中？斉藤さん、試験どうだった？ダメだったの？なんでよ。何よこれ。
試験官がマヨネーズ箱に指を入れてくるので気が散って集中できなかった。うん、まあそうは言っても結果はまだわからないんだからそんなに落ち込むことないわよね、斉藤さん。バカなことやってるんじゃないの。カオス君、最近働くフリを始めたんだって。フリね。雨の日も風の日もカワウソは働くふりを続けたわけ。働くふりをすれども働くふりをすれどもなお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。楽になりたいんだったらふりじゃダメだよ。そうだよ。ガム、噛んでるふり。本当に噛んでると思った。先輩、それは。テナトだ。誰か殴ってやろう。うわ、なんだこの弁当は。どうしたんですか部長。どうもこうもないよ。弁当に椎茸が入っていたんだ。ああ、椎茸ですか。私は椎茸だけは絶対に食べられない。嫌いだね。いや、実は僕もそうなんですよ。おお、君もかね。ぶっちゃー。学生を紐でぐるぐる巻いてやろう。ところでさ、ちょっと腹減ったな。うん、そういやそうだな。ハンバーガーかラーメンでも食ってく。うん、なんでもいいけどよ。椎茸食えるとこってないかな。なんか急に食いたくなっちゃったよ。なんだそりゃ。なんかそういう時ってない。どんな時だよ。もう人を殴るのはやめよう。なんだ、松茸だと思ったら椎茸じゃん。チッ、松茸じゃないの。いやねえ、ったく身の程をわきまえろってんだよ。しっ、その奴の根元なんか寝やがって涼しいんだよ。ほんとね。たけし、この度はウツルテス航空にご搭乗いただき誠にありがとうございます。機長から皆さんにお知らせします。軽い、軽すぎます。どうしてこんなに痩せてしまったんですか。前は下の私が苦労するほど重かったのに。下のお前などいない。暑いなあ。まあ本当、冷たくて美味しいアイスのことをこの人は知っているのか。いや知るまい。スズメ、こんなにも冷たくて甘いものを知らずに一生を終えるのだね。アイスの喜びを知ることなく置いて死ぬんだよ。こんなに冷たくて美味しいのにかわいそうだ。まったくだ。ものを知らないということは悲しいね。甘
まれだね。うっせぇ。わからないことがあったら何でも聞いてほしいね。ああ、あの人わからないこと多そうだ。なんだよ。もうほとんどのことがわからないだろうね。そうとも、神羅万象あらゆることすべてがわからないことだらけだろうね。これほどわからないことだらけの青年もいるまい。聞いてほしいな、何でも僕らに。さあ、何か。うるさーい。好きな人だ。違うよ、僕のことを好きな人さ。なんだ。何を言う。毎朝ここを通るとき僕に向ける熱い眼差しを見ろ。いや、僕を気にしてあの赤いネクタイを買ったのが何よりの証拠。こういう体育会系の男は僕みたいのがタイプのはずだ。何を言う。あのヒゲの濃ゆい感じは僕なんかを好きに決まってる。僕だ。お前がはっきりしないから口論に。うるせえ。キャンプ料理の醍醐味はやっぱ丸焼きであろう。川で取れたビチビチの丸を焚き火で焼くのよ。丸の油の焦げる匂いがたまらなく食欲をそそるぞな。丸はうまいな。ああ、いい丸だ。先生はな、今まで生徒に一度も手を挙げたことはない。しかし川沼、やるんならやればいいだろう。山崎先生、すいませんした。よし、みんな持ち物検査だ。さあ、ポケットの中のものを机の上に出せ。よし、よし、よしよし。川沼、ポケットの中に何も。先生、なんだよこれ。いいから、ポケットの中に入ってたことにしとけな。いらねえよ。いらねえのか。いらねえよ。たくましくなったよ。そうなんだ。下の人たちの呼吸がまだ合ってないみたい。何か今考えたか。は400円までよ。オーバーしちゃダメですからね。わーい、わーい、遠足だ遠足だ、楽しみだ。あの先生。あら、どうしたの。刺身。刺身。 おやつは400円までで、刺身は。刺身。刺身、刺身、刺身。よかった時の笑顔の練習。悪かった時の泣き顔の練習。すべてが夢だった時のふざけ顔の練習。斉藤さんたら、明日合格発表だからいろいろやってるのね。そうか、斉藤合格か。俺かい。すごい勝ち誇り方するな、お前。あ、2時からの会議はダメです。どうもお世話様です。さてと、今何時かな。
と腕時計を見るふりをしてさりげなく腕に描いた妻の似顔絵を見る。よしこ。その件に関しましてさてと、あ、課長、肩に糸くずが。え？と肩に触るふりをしてさりげなく密かに縫い付けておいた妻の似顔絵のアプリケを見る。よしこ。取れた？あ、いや、まだ。最近呼んでくれないと思っていたら下の犬に乗り換えるなんてあんまりです。毎日トレーニングして待っていたのに。下の犬などいない。悔しい。上や下の人はいない方がマリ投げはやりやすいんじゃ。あ、もう何がなんだか。カッパ君は僕のことを人に自慢したことがあるかい？僕は昨日したよ。僕の一日。僕は読書が大好きだ。毎日いろいろな本を読む。漫画も小説もノンフィクションも。午前中はよくカエルくんと泳いで遊ぶ。今日はしんちゃんも一緒だ。しんちゃんは赤ん坊のカエルだ。クマが来たので一緒にお昼を食べた。僕の作ったおにぎりとクマの持ってきた山ぶどうがメニュー。でもしんちゃんはミルク。たっぷり遊んで帰ってくるとカワウソくんが立っている。カワウソくんは特に何も言わないが、僕はいつもドキドキする。そして大抵二人で生ビールを飲みに行く。あまり喋らないでゆっくり飲む。僕はこうしているのが割と好きだ。あとは帰って寝る。寝る前にまた少し本を読む。おやすみなさい。